さて今週もやってまいりました声優ニュースフィーチャリングコロナのコーナー。前回の動画では先出しで大手声優さんたちの遺跡についてあれこれ話してるので、よろしければそちらも合わせてご覧くださいませませ。まあ簡単に説明しますと、桜彩音さんがアイムから鬼へ、加藤恵美里さんが AT1 からフリーへと突発的な声優大移動時代が築かれました。そんな徳田ネガ界隈を騒がせてました昨今。何やらその裏でもなかなかに興味深いニュースがあったみたいですので、早速紹介していきたいと思います。それではまずこれ。声優、VTuber 業界で新たな挑戦。突然ですが皆様は、ことぶき夢という方をご存知でしょうか。2018年から YouTube やビリビリなどで活動している VTuber さんでして、ビリビリでの登録者は20万人以上。しかも何の因果かあの小泉元首相と TikTok でコラボしたこともある、普通にやべえ人です。そんな彼女は1月の29日に公開した、新たな活動についての決意、という動画の内容で波紋を生み、話題となったのだとか、というのもどうやらその動画で V の中の人が顔出しで出演されていたらしく、VTuber 界隈ではそれは大変異例の出来事なんだそうでして、メディアからも取り上げられたのだとか、ちなことぶき夢の中の人を担当していた方は、飯塚真由さんという現役の声優さんでして、Q の愛理などを担当しておられます。そんでもって、どうやら VTuber が中の人を公開するという決断には、やはり賛否両論あるみたいでして、別にこういう事例があってもええやんな。という人もいれば、他の V ができるだけ守ろうとしてるものを、自分から破るのはいかがなものか、という意見も見受けられました。肝心のご本人は、V と声優が入り混じる新しい展開に挑戦していきたいという思いがあるのだそうで、本人も賛否両論は重々承知した上で、今回の決断に至ったのだと言います。てないきさつで、V から声優が公開されたわけなのですが、今まではリンクローや田中のおっさんなど、わかりやすく声優から V に転換している場面にはたびたび遭遇してきましたが、V を主力コンテンツとしてきた方が突然正体を明かすというのは、確かに珍しいよね。上手に立ち回れば V での活動や知名度が声優業に活かせそうではありますが、果たして今後どうするのだろうといったところ、と思いながら彼女の最新動画を覗いてみたんですけれど、ほぼほぼ実写で腹筋してました。最高やんこの子、つんぎ、ちいかは、ついに声優公開、時は2月の1日、現在進行形で目覚まし占いをジャックしているちいかわパイセンですが、来たる4月4日のアニメ化に伴い、ついにキャストが公開され、話題となりました。演じられる声優さんらは以下の通り、ちいかわと8割は11歳の子役の子たちを採用し、うさぎはバリバリの声優小沢ありさんというなかなかに攻めたキャスティング、どうやら作者の意向が詰まりに詰まっているのだそうですがこれ以下に、でもまあこちとらスタジオで小沢さんが子供たちに手ほどきしてる場面を想像するだけで幸せいっぱい夢いっぱいなので、何か裏側映像か何か供給してくれたら、眼福の極みにございますけれどいかがでしょう制作者様。あーでもスタジオ今コロナ対策真っただ中やんね。絶対無理やないか畜生。そういえばコロナめっちゃえぐくないですか。今週なんかバイバイゲームがごとく下野さんえのきさん小岩井さんエトセトラエトセトラ。簡単に調べただけでも10人近く持ってかれてるとかさすがに仰天動地すぎません。早急に早返してもろもろて。最後、遺跡ではなく、引退。前回の動画で遺跡報告に関して調べていたところ、たまーに遺跡報告ではなく、引退報告というおセンチな気分にさせてくる4文字熟語が、ちらほらと見受けられました。思い入れがあるわけではないし、たくさんおりますでしょうから特別名前は言いませんが、彼彼女らは声優業界の見えない難しさに当てられ早くしか与えられないまま、なんだか式を悟り人前から姿を消す猫のようにひっそりと業界を去っていくため、なんだか非常に精神がえぐられました。しょうがないことなんですけどね、養成所から事務所に入れても、売れることはやはり一握りなのだなと感じざるを得なかった声優ニュース。まあもしかしたら V の方で各編に突入して一攫千金かましてる可能性もなきにしもあらずですので、新しい道ができたんだなとプラスに捉えるのがいいのかもしれませんね。誰に言うでもありませんが何はともあれ、お疲れ様でした。てなわけで今週の声優ニュースフィーチャリングコロナのコーナーは以上です。また次の動画でお会いいたしましょう。バイ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 バーイ。